はい、えー、冒険家の皆さん、こんにちは。えーとですね、じゃあ、今日も早速、えー、スライドをシェアしたいと思います。はい、えー、スライドをご覧になれるでしょうか。えー、と今日はですね、えー、授業の方法の2回目ですねで、話し方をどう教えるかについてご紹介したいと思います。えー、とこの後は週週間にわたって毎つつずつ 協案を作っていただきたいと思いますので、えー、このシリーズのビデオとしてはこれが最後になります。あ、見えてますよね、今ね。はい。で、えー、っと今このあ、すみません隠れちゃいました。えー、下の方に、えー、URL が書いてあります。bittery/slash/jft2019、えー。次はゼロじゃなくて O ですね。OCT、オクタバーの O です。OCT01、えー。これがあのこのスライドの。えー URL リンクになりまき、はいえー、今日の目標はですね、えー、もうすでに皆さん方にあの評価基準というのを作っていただいてますから、えー、それに合格するような会話の授業を、えー、組み立てることができるというところになっています。で先週はですね、あの文字を認識するための授業の例をあのご紹介しましたが、えー、本日は会話の授業になるわけですね。 はいえー、まず最初に、これ先週の復習なんですが、えー、第二言語習得理論であの皆さんに覚えていただきたいことを2つ,つご紹介します。1つは、えー、大量のインプットと、えー、少しのアウトプットですね。はいえー、もう1つは、えー、なるべく現実の世界に近い状況で話せるようにするための実物教材、レアリアというものです、はい。この2点に留意しながら、今日も実際の授業例を考えてみたいと思います。 でここからが実際の例ですね。でこのレースあー、すみません、このコースではずっとそのツーリング用の地図を、えー、買うことができると、えー、そういう CDS の授業を例に考えていますけれども、えー、今日はですね細かく分けた CDS の最後の部分、えー、レジでお金を払うことができるという、えー、これを、あのー、考えてみたいと思います。でここからですね4つの会話例を ご紹介します。4つとも同じ場面なんですけど、少しずつ、えー、違う内容になっていますね <laughs> で、えー。ここではどうやってたくさんのインプットをするかという、えー、観点で、えー、ご覧いただければと思います。で最初の会話はですね、えー、クレジットカードが使えないという例ですね、はいえーで。ここではですね、学習者はレジで支払いができればいいです。というかそれがあの CDS、キャンドルステートメントですよね。えで、普通の書店でしたら、金額はですね、レジの機械に表示されますので、えー、1900円になりますという部分は、えー、分からなくても特に困りません。えー、ただですね、そのクレジットカードを扱っていないということは理解できないと、そのその後で、じゃあ現金で支払うというあの行動に進むことができませんから、えー、ですから申し訳ありませんというのが、そのお詫びの表現であるということは、 理解しておく必要があると思いますし、あるいは現金だけという合意も理解する必要があるかとは思います、えー。それから最後の,あの、100円のお釣りですも、ですねこれはまあ100円を渡されれば、えー、普通は分かりますし、あるいは2000円お金を出して1900円のものを買うときには、お釣りが100円というのは普通は分かりますので、この100円のお釣りですというのも、特に分からなくても問題ありませんね。 はいえー、で2番目は、ですね、うん、これはクレジットカードで普通に支払いができるときの会話例です。はいえー、3番目は、ですね、えー、あのお取り扱いしてないという、まあ、こういう言葉が多分理解できない言とっていうのはたくさん出てきますよね、実際の,あのコミュニケーションの中で。それで、そういうときにカードダメですかというふうに、他に自分で分かる言葉に言い換えて、 確認するという、えー、会話例ですね。はい。四、えー、番目はですね、えー、現金がなくて買えなかったという例です。はい。えー、以上4つの会話例をご紹介しましたが、じゃあこれをですね、実際にどういうふうに授業の中で扱うかということをここからご紹介したいと思います。えっ、ー、とキーワードは何回も言っていますが、大量のインプットですね。はい。 えまず最初、聞かせ方の1番目は、最初はですね、特にタスクを与えないで聞かせてみましょう。はい、で2回目からは、タスクを与えて聞かせますで。最初はですね、客が買ったか買わなかっただけ、それだけに注目して聞かせます。で下のほうに、表面がありますけど、こういう記入欄をつあの作ってですね、 えー、買ったら丸買わなかったら罰×などのようにしておくといいと思います。でもし学習者がですねひらがながもう問題なく書けるというレベルだったらもちろんこのようにはいとかいいえとか、えー、書いてもらってもいいと思いますただしですね、えー、そのコースの目的に日本語を書くことが含まれていない場合は、えーまあ、聞き取れていても日本語が書けないから記入できないとかですねそういうこともよくありますのでご注意くださいもうその場合は本当に丸とか×でいいと思います。 えー、でここではですね、1から4を続けて聞かせて、4だけ買っていないということを確認できれば OK としましょう。はいえー、次は3回目ですね、聞かせ方の3回目。えー、ここでは、その店がクレジットカードを使えるかどうか、そこだけに注目して聞か,あの聞かせてみましょう。えーまあ、英語圏でしたら、このようにその記入を英語でし、えー、てもらっても問題ありませんね。はい、でこのの場合はその会,会話例2だけで クレジットカードが使えるということに、それが確認できればよしとしましょう。はい。えー、最後、これ4回目ですね。4回目は、えー、客が現金を使ったかだけに注目して、えー、聞かせましょう。えー、これもですね、1から4までを続けて聞かせて、会話例の1と3で現金を使ったということが、えー、確認できればいいです。で、媒介後がないときは、こういうふうにチェックを入れてもらうだけでも大丈夫ですね。 えー、さて、第2言語習得ではですねあの、たくさんのインプットと少しのアウトプットが大事だというふうに申し上げました。えー、アウトプットに関しては、このようなロールプレイが、えー、よくある例、最も典型的な例だと思います。でロールプレイはですね、えー、役割を演じるというのがもともとの語源ですよね。えー、ですが あのまあ、行動中心アプローチでは、ですね自分以外の人を演じる必要というのはないんですね、えー。あくまでも自分だったらどうするかということを考えて、会話すればいいと思います。まあ、ただ、ですねこれ、教室の中ではあのー、状況の設定とかがうまくできないので、えー、こういうロールカードで、えーあのー、教室以外のせ状況を設定するということはよくあります。えー えー、もし学習者が社会人でですね、あのその場にあの財布を持ってきているようなときは、まあ、ここの例であるような、そのクレジットカードと現金200 2000円というような設定の代わりにですね、えー、実際に持っている財布の中身を使った方がより現実的になりますね。はい、で、このような実物はレアリアといいますけどあの、学習者の財布が利用できないとか、あるいは海外にいて、日本円が実際にないとかですね、そういうときは、えー 教師の側が用意しておくとといいいいんじゃないかと思います。はいえー、さて、えー、ここは教え方の注意点ですけど、あの一番大切なのはたくさんのインプットですねで。例えばですね、これ、会話例が4つありましたけど、これの中にその、これお願いしますっていうのと、クレジットカードいいですかっていうのは、その4つの会話例のすべてに出てきているんですね。ということは、あの これをですね4回続けて聞かせることになって、まあ、続けてでもないですけど、その4つの会話例を4回あの聞かせることになっていますから、全部で16回も、ですねこのこれお願いしますというのと、クレジットカードいいですかというのは、全部で16回聞くことになっているわけです。これがいわゆるその大量のインプットというところですね。かつですね、その えー、文系シラバスに出てくるパターンプラクティスとかとは違って、ですねべてにあの文脈があるわけですで。しかもそれが自分がその場にいるという文脈なわけですね。そしてその,あの文脈では、ですね、えー、つまりあの太郎さんとか花子さんとか、そういう教科書の中にしか出てこない架空のキャラクターではなくて、自分自身がその文脈の中に関わっているというわけです。 えー、それからですね、ここではあの、音声を何度も聞くパターンというのをご紹介していますけど、でも中にはですねあの、目で文字を見ないとどうしても覚えられないっていう人もいるんですよね。でそういう場合は、もちろんそのスクリプトを見せてしまっても構いません。えー、でロールプレイの時もですね、CDS の条件として、えー、メモを見ることができればとかね、えー、そういう条件がついている場合は、もちろん、えー、メモを見ながら、 話してもいいわけですはい、えー、それからですねあの大量のインプットのための音声っていうのは、えーまあ、教師がその場で読み上げたりしてもいいとは思うんですけど、であらかじめ録音しておくと、ですあ、ね、と、えー、で学習者が1人でですね何回も繰り返して聞いたりとか、えー、することができるので、僕はとてもお勧めしています。 えー、その場合はですねあの、特にスタジオとかをあの借りる必要はなくてですねあの、スマートフォンとか IC レコーダーとかですね、そういうもので録音してしまえばいいんじゃないかと思いますでな,なぜかというとその普段の会話でもですね、えー、スタジオのようにですね、雑音がない状況というのはあまり多くないからですね、はいえー。最後のアウトプットのところですけど、えー、先ほども申し上げましたが、えー 客として地図を買うという CDS の場合はあの、店員のロールを学習者にはさせない方がいいと思います。で、えー、だけどその、例えばクラスの人数が多くてペアワークでですね、あのどうしてもやらなければいけないというときは、えー、店員の役の人はもうスクリプトをあのもう棒読みでもいいとあの、覚えてなくてもいいから、そのただスクリプトを読んで、あの相手の えー、買う人の役の人がちゃんとその日本語をその場で使えるように、そういう練習ができるために、えー、スクリプトを読む、棒読みすると、そういうのはいいと思います。えー、その理由はですね、CDS が、CDS がね、その店員でお店であの働くことができるっていう人が別にいたら、その人と、その、 この地図を買うっていう CDS の人を組み合わせてやったりするのはすごく理想的だとは思うんですけど、でも一斉事業で、えー、その時の CDS の中には、店員のようにですね、あの敬語を使った行動ができるようになるというのが、普通は求められていないわけですね。その場合はもうそうやってスクリプトを棒読みするだけでいいというふうにしていいと思います。はい。えー、これは次の あの来週までの課題でです来週までといっても、これはその、このビデオは10月1日までに見ていただくという、そういうあの前提で作っておりますので、えー、その、今撮影しているこの、今週から見て来週ではなく、10月1日から見て来週までの課題です。はい。えー、これはですね、あの、先週もちょっと申し上げましたけど、えー、来週、あのー、 までの課題そうですね、あのこれはですね、もう皆さんに評価方法っていうのは作っていただいてますから、えー、その CDS を一つ選んでいただいて、えー、ただしですねあの、もしその評価方法を作った CDS では授業がやりにくいというふうにあの、その後気がついたという人はもう別の CDS を選んでも構いません。でもその場合もですね、やっぱりまず評価を作ってからあの授業の案を 作るというそういうバックワードデザインの方法でやっていただければと思います。はい。で、この課題にはですね、必ずその、ここに書いてある A、B、C の3つを入れてください。えー、最初の A のところは、まあ、このコースと同じようにですね、その日の目標を CDS の形で必ず学習者に伝えてください。えー、で、CDS ですから、この言葉を覚えるとか、そういうのではなくて、 えー、具体的な行動ができるようになることを目標にしてください。えー、そしてですねあの、たくさんのインプットと、えー、少しのアウトプットがあるようにしてください。はい。えー、っとですね、アウトプットっていうのは文字の場合は別に書けるようになるっていうわけじゃなくて、あの指さしてその文字を指さすことができるとか、そういうのでもいいです。で、あの会話の場合はまあロールプレイがいいと思いますけどね。えー それからですねあの、実際の授業の中では必要ないんですけど、あのそういう教案をあの共有するときに、えー、そのレベルがわからないと、ちょっとあのこれ難しすぎるんじゃないとか、えー、あるいはこれ簡単すぎるんじゃないとかですね、そういうことが考えられないので、えー、その A1 レベルとかですね、その授業のレベルも書いておいてください。で提出は、あの えーっと、Google、Google スライドとか PowerPoint のようなプレゼンテーションか、あるいは文書でお願いします。で、これ先週も申し上げましたけど、文書にする場合は、はい。えー、っと、先生が何をするかじゃなくて、学習者が何をするかを書いてください。で、共有の方法は、えー、先週までと同じように、Slack の皆さんの、えー、チャンネルの中でご共有をお願いします。はい。えー、それから参考文献としてはですね、うん。 はいえー、その,あの行動中心アプローチに基づいた教科書の丸ごとというのがあります,けどあありますので、えー、その教え方のポイントという、まあ、マニュアルですね、1つのね、えー、それをあのこのリンクから開くことができますダウンロードすることができますので興味がある人はご覧ください、えー、それからです、ね、実際の,その授業の様子が想像できないという声がよくあるので えーこれは YouTube のビデオになっていますけど、えー、実際の授業の,あの様子を見たい方は、こ,こで再生ボタンを押してみてください。はい、ただしですね、えー、とこれは一つの例にすぎませんから、必ずこのようにしなければならないというわけではありません。はいえー、それではですね、いつもの通り、あのこの後 Zoom で話し合いがあります。えー、Zoom の会議室は、あの会議室 ID は今までと、 同じものですね。はい。それでは、えーズームあの、ズームでお会いできることを楽しみにしております。はい。えー、っと、はい、えー、こちらですねあ。ちなみにですね、あの、エドモントンはですね、あの、もう、今日氷点下になってしまって、えー、いきなりこんな感じになっています。はい。えー、はい。ということで、あの、ズームでお会いできることを楽しみにしております。はい。失礼します。